ザ・オートロパーティーである。ハルヒ君、よかったですわね。ありがとうございます。どうぞどうぞどうぞ。皆の衆、ホスト部の栄光を祝して大トロで乾杯。乾杯。こんなに盛り上がるとは思わなかったな。第2弾で手巻き寿司パーティーと企画するか。僕、いちごクリームロールに挑戦したい。斬新ですね。皆さん、いよいよ春日の長年の夢が叶う時が来ました。では早速、初体験を目の前にした春日の気持ちを一言。美味しい。待って、もう冷めてる。春日、お父さんに感謝の言葉とかはないのか。いらっしゃいませ、お客様。初めてですか。どうぞどうぞどうぞ、早く。騒がしくてびっくりしちゃいましたか。自分も最初はそうでした。旗迷惑で鬱陶しいし、ひねくれてるし、腹黒いし、でも面白くて優しくて、気がついたら癖になっちゃうんですよ。不思議でしょ。いらっしゃいませ、ホスト部へようこそ。恥ずかしがらないで、もっとこっちおいで。ケーキ食べる。寿司食べるか。他にリクエストがあれば何なり。あなたの夢を叶えますよ、お姫様。ゆっくりしていってくださいね。本日はご来店ありがとうございました。